うだ。さあ、私のこの手を取るんだ。もう苦しみはなくなる。さあ。目覚め知らぬ者よ、覚醒の時だ。やっと手に入れた美しき星の美しい支配者。私の邪視のパワーを浴びてこんなにも早く目覚めるとは。さすがセーラームーン。あなたは惑星ネメシスへようこそ。未来のネオクイーンセレニティ。この格好
よく似合うよ。デマント、あなたがクリスタル東京を攻撃したの。腐り切った30世紀の地球に用はない。なんて。プリンセスは何も知らぬようだな。今の人類は銀髄症の操作を受けて千年の命を持つ。そんなことはまやかしだ。神への冒涜だ。だから我々が邪国水晶を打ち込んだ。無敵の力を持つのは銀髄晶だけではないということを見せつけるためにな。そんなことのためにたくさんの人を傷つけたの。まあ座ってゆっくり話をしよう。長寿と無限のパワーに侵され肥え太った地球、我らの先祖はそれに反逆しネメシスに追放された。じゃあブラックムーン一族って地球人なの。過去へ、我らは月の王国の者たちに支配される前の過去へ行き歴史を塗り替える。そして新しい地球を手に入れるのだ。それこそが壮大なるリプレイオペレーション。過去を作り直すなんて許さない。その目だ。邪国水晶を打ち込んだ時初めて見た全能の女神。俺を蔑み排除し俺を人間とも思わないその目。お前はまたクリスタルに閉じこもった。あれからその目が忘れられない。手に入れたかった、どんな手を使っても。どんな形でも。狂ってる。やっと手に入れたぞ、美しき星の美しい支配者、ネオクイーンセレニティ。ムーンクリスタルポーン、ムーンクアップ。邪国水晶のパワーの前では銀髄晶は使えないよ。銀髄晶さえなければお前はただの小娘。今頃は仲間のセーラー戦士も朽ち果てている頃だ。嘘よ。嘘に決まってる。さあ諦めてこのパレスを自由に使うがよい。みんなは生きてる、きっと探してみせる。よせ。どうあがいてもこのパレスからは出られない。あの地下牢からもな。これで全てが叶う。我が野望の全てがな。兄さんはこの星と同じように暴走し始めてる。あんな女に消すんじゃなかったの。おかわいそうね。デマンド様に相手にもされないで見くびるなよ。あの女のことで仲間荒れするなんて最低だ。サフィール様、あの力は一体何です。ヴィーナスを入れに近づいただけでもこうなんだか寒気がして。あそこに近づきたくないのはみんな同じよ。石牢に幽閉された男の屍がそっくり残ってるって本当。あそこで何が起こってもおかしくない。チャンネルしてみます。よせ。この星は思ったより危険だよ。この頃この星が意志を持って動いているような気がする。そんな。何を怖がっているんだ。ワイズマン、あいつが来てから巧みな話術だけのインチキ臭い占い師、骨抜きにされているのはプリンスだけさ。デマンド様はワイズマンにあの邪神の力を授かったのよ。骨抜きにされても当然じゃなくて。でも銀髄晶の変な知恵をプリンスにつけたのもあいつ。いつか俺が化けの皮をひんむいてやる。コントロールパネルを見ろ。融合反応がいつの間にか促進されてる。何か強大なパワーを得たように。強大なパワー、それは私の力よ。さあ私の可愛いラビットに挨拶を。ラビット、まさか。私の名はブラックレディ。いい、この方はブラックムーンの女王よ。
何だと。ワイズマン、お前何を。この方の意志は絶対なの。あなた方は迷わずついていけばいいの。あなたもプリンスにそう教えられたはずよ。忘れちゃったの。蛇国水晶のピアスしていないからいけないのね。あげるわ。信じれるのは僕が作った完全体のドロイドだけだ。アクアティキ、ベネティ、行くぞ。俺が信じてるのはプリンスだけだ。使えない男たちね。まだ邪魔な奴らが残っている。外部太陽系戦士がクリスタルパレスに入りました。さあコントロールタワーに向かうのです。あなたはいいわ、使い物にならない。さあ行きなさい。